こんにちは、みゆです。今日は私のお気に入りの下着たちを紹介していきたいと思います。こんな感じでめっちゃあるんです。おー、すごいですね。何着あんのこれ。30着ぐらい。毎日か入れちゃうじゃないですか。全部サルートです。この刺繍が可愛いんですよね。サルートは独特の刺繍ですよね。そうそうそう、可愛くない。もうサルート以外ありえないですか。サルート以外はもうつけてないな。全く5、6年間ぐらいは結構です、ね、ずっとこれ、うん、集めてる。新作が出たら結構買ってるかなって感じ。じゃあもう毎回サルート行って買いに行ってるんですか。そうそうそう。で新作出たらバーって買って、結構色違いのやつとかも買ったりしてるから。とにかくカラフルですよ今。うん、だいぶカラフル。やっぱ黒とか赤とか紫系が好きかな、みゆは。そんな中でこの今30着ある中でのみゆさんのおすすめ、ちょっとご紹介いただいていいですか。おすすめか。おすすめは、まあ、やっぱ紫が好きなんで、これとかこれとかこのラインは好きかな。なかなか大胆な。この紫とかエロくないですか。紫ってエロくない？目引くよね、こういうの。紫寄りのピンクっていうのかな。これ結構一番お気に入りかもしれん、こういうの。うわー、すごい。なんて言ったらいいのか、これ紫&ピンクみたいな。ちょっとエロくない？絶妙な色合いというか。これエロ色ですね。うん。まあ、やっぱあと私ピンクが好きなんで、これ可愛いよね。この一番新作なんですけど、こういうピンクの色も好きやな。あとこれも好きです。このピンク、もうほんまにザ・ピンクみたいな。うん。あとこれね、漏れるんですよ。パッドが結構厚くて、これ全部サイズは E の65なん。これめっちゃ漏れます、形的に。まあやっぱあと赤系かな。やっぱりエロくない、ちょっと暗めの赤、紫ではないけどちょっと濃い赤っていうのかな。真っ赤じゃない。そう、真っ赤じゃない感じの赤。これとかも可愛いし、あとこれ、やっぱりこれはちょっと奇抜すぎるけど、ザ勝負下着みたいな。すごっ。ザみたいな感じのやつやから、あんまりね、人前であれやけど、自分的に可愛いからこれ買いました。これも結構新作やね。淡い系の色も結構好きなんで、こういう緑とか黄色とか。これも一番最近買ってた新作やな、黄色。あー、可愛い。そうそう、こういうのとか、まあ、こういうピンクも可愛いね。淡い系の、淡い系も結構好き。奇抜もいいけどこういうのもいいかなっていう。ちょっと清楚めな。そう、清楚めな。これも結構気に入ってる。白ベースの中は紺みたいな下。へー、やっぱこういうの逆にエロいですね。うん、エロエロ。こういうの白とかはやっぱりエロいよね。あんまり白好きちゃうねんな。好きちゃうっていうか、まあ、これはこれでいいねんけど、白よりか黒かな、やっぱり。真っ黒で言ったら黒これしかないんちゃうかな。あとまあまあこれとかも、やっぱ黒っていうイメージが私なんか強い、強い女って感じで。ちょっとミユさんっぽいですね。うん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 、ミユっぽいよね。まあそんな感じかな。でも大体着るのはまた同じで、まあ青とかも好きやけどね、こういうの。やっぱ目引くんは紫とかピンク系とか赤系かなって感じかな、選びがちなのは。こんな下着に囲まれてるみゆさん、なかなか見ることないですね。うん、レアやんな。だって全部出してきたもん、向こうからかき集めて。結構ちゃんと可愛い系とクール系と結構分かれてますね。うん、そう、分かれてる。こういうのは可愛い系とか、こっちは綺麗系とか、結構ジャンル問わず買ってるから、これ可愛いと思ったら。そのこの中での勝負下着どれですか。勝負下着は初めてを共にするってことだよね、勝負下着って。みゆが選ぶんやったら赤は絶対選ばん、これ。まず気合入りすぎ、明らかに決まってたやん勝負がっていう感じで、もう分かりすぎてる勝負はせえへん。奇抜の赤は絶対なし。これもなしやろ、赤。まあ一番最初はこれ真剣に選ぶけど、これかこの黒かこれかな、この辺やと思う。絶妙じゃない。まあ別に気合も入ってへんけど、まあ可愛いやんみたいな、セクシーやんみたいな感じ。選ぶとしたらこれかこれかな。みゆは勝負下着、勝負下着は気合入りすぎてたらあかん。さりげにセクシーがいいと思う、多分。なんか選んでないんやろうけど、常に可愛いの着てますよぐらいの感じ。まあでも上と下はみゆバラバラで履くってことは、もうそもそも嫌やから、別に勝負せん時でもどれかは着てるけど、まあ自分でこの日決まってんなって時に選ぶんやったら、これかこれかなって感じかな。可愛いセクシーかなーっていう感じかな。ちなみに、うん、ちょっと今男性スタッフまさきさんいるじゃないですか。うん、うん、まさきさんやったらどれ女の子。ああ、どれがいい。確かに男目線からしたらどれが好きなの。僕はこのピンク。あ、ピンク系。 あ、そのあ、だからロリコンやろ絶対。ロリやろ絶対。いや、いや、じゃあ、まあ上よりかは下がいいんですか。ああ、可愛い系の人が好きなのはやっぱ、あ、こういう方がいい。あざとい系やな、じゃあ絶対。あざとい系が好きやろ絶対。そうです、そっちに引っかかるタイプ、ね、やっぱそういうあれやって、ほわほわ系女子が好きだし、男は。みゆこういうのはあんまりきいひんな、初めでは。みゆのイメージが一番最初ってやっぱ強めやから、そういう黒とか紫とか選びがちかな、最初はね。逆にこれ女子が着てたら嫌やなっていうのありますね。ああ、どう。黒とか紫を見たことがない方見たら、おおすごい。見たことないん。ないです、ないです。え、そんなことある。え、でもさ、赤とか着てたら引けへん、やっぱり。あ、ちょっと、あ、気合入ってなってなるやろ。なりますね。やっぱほら、
気配だってなんねんて。みゆもうこれはやばいやろ初回で。何回もいい、あの会ってる人でいいけどさ、どんな勝負してきたんって感じや。それはないから、やっぱ淡い系の色が人気、これとかこれとかこういうのがいいんちゃうかな、男は。だからみゆさん的にやっぱ初回はその黒か紫なわけじゃないですか。初回っておもろいね初見はね、初見はね、うんうん。でも初見それできたらどう思います？見たら多分、あ、こんな色つけるんやって多分。だからイメージがあるからミエの、だからイメージ通りにしてあげようかなって感じだから見たよみんなの想像のミエをやっぱそのイメージしてるわけやんか、向こう側が。じゃあ裏切らへんよっていう感じ。ミエさん、ちなみに2回目どれいきます？え、2回目、うん、2回目はこの辺。あー、ちょっと可愛さ出てきましたね。ちょっといつもとは違うんだよみたいな違うバリエーションもいけるよみたいな感じ。ピンクとかいくかも結構。あ、かわいい。うん、かわいい系。1回目かっこいい系ですよ、みたいな。2回目でも見てへんやろ、下着とか。そんな男見てんの？どうすか、見てへんやろ、どうせ。見てるんじゃない？え、見てんの？見てます。え、絶対下着見てへんと思うよな、見る。結局脱がすわけやんか。あー、やねんからさ、結局さ見てへんやろと思うね。しかもさ、電気も暗いわけやん。こんな照明とか当ててやったことないしさ。慣れてきたら明るい場所でするけど、初回って絶対暗いやん。なくない？そうやろ。だから下着を見られることがないと思うから、結局勝負したけとか自分が選んだとしても男サイドは見てへんと思うねんか。やっぱそうなんですか？見てへんと思う。基本は見てないかもしれない。あと、なんかブラジャーを外す速度が速い人はやばいですよ。やばいっていうか、やめっちゃ遊んでんなみたいな。確かに。わかる？わかります。なんかこう片手でさ、みたいな瞬殺ホック外すみたいな。だからもうブラジャーとか外すのをもう手こずられた時点でもうめっちゃ萎える。あー、え、なんかもうその時間がもうなんかもう、うん、ってなるから、男の人はまずブラジャーを外す練習した方がいいと思いますよ一発 OK で外す人はマジであのいいと思う。そう、だから手こずってるさ、その行為が嫌じゃないの。わかる、わかります。いや、確かに。いや、確かに。でもその間っていらない間ですよね。そう、いらない間やから、そのパッて外せる人はかっこいいと思う。いや、イケメンは早いもん、やっぱり。あー、イケメンは早い。ブサイクは、いや、ブサイクは知らんけど、そのイケメンはそういうの早いと思います。確かに、もうね、慣れてますからね。うんうん。じゃあ、みゆさん、今日1年記念日です。どれ選べます？あー、1年記念日でやるってこと？え、うん、もうこれ。あ、来ました、記念日。逆に。え、別にさ、1年も付き合ってたら何でもよくない？確かに。なんとかやから、もう全然これ。もう記念日しよう。気合入ってる。うん、赤。今日は気合入ってってしようよぐらいの感じ。あ、もう気合入ってますね。うん、逆にこれ。いや、気合入ってますね。慣れてきたらこれ。だから初回で初めての時は絶対赤使わん方がいいと思う。バレるもん、相手に。気合入ったとしても、その気合を見せへんとこがいいと思う。見せへん方がいいと思いますよ。やっぱそのちょ、若干抜け感というかね。そう、気抜いてるけど別に可愛いよっていう、そういう感じかな。で、あんまりでも勝負下着って常にこれのどれかつけてるから、別にダサい時がないから、別にミユは。その勝負っていうあれはないねんけど、まあ強いて言って選ぶならってぐらいのレベル。いつでも臨戦態勢ってことですね。うんうん、別にいつでも可愛いよっていう感じかな。あんだけ色とりどりであるって、でも朝悩みません？うん、でもまあなんか適当に今日はこれでいっかみたいな感じで適当に決めてます。大体でも着るのは決まってる。大体どの辺になりますか？白とか淡い系はだから着いひん、あんまり。逆にどういう時着るんですか？選ばへん。あ、なんかもう最終なんかこれな、これもうそろそろ洗濯これしかないなぐらいの時しか着いひんぐらいのレベルでマジで着いひん。こっちはここ、あ、でここは着いひん。珍しい。うん、うん、珍しい。こっちはあんま着いひんの。ほぼほぼ着てんのはもうこの辺かな、大体全部。確かに、やっぱ色濃いめがね。うん、色濃いめが好きなんやと思う、普通に個人的に。誰に見せたいとかじゃなくて、自分が可愛いなと思ってるやつ買ってるから。下着可愛いってやっぱテンション上がりますね。テンション、そうだから自分がこう着てたらテンション上がるから、そういう感じかな。自分が着ててこれ可愛いなと思ったやつとか結構着てるかも。確かに、ちょっと見えないおしゃれですよね。うんうん、そう自分的にテンション上がるというか、別に誰に見られてほしいとかっていうわけではないけど、自分的にこれはテンション上がるかなっていう感じかな。いや、この話めっちゃ面白いな。初見で何着るかみたいな。初見で何着るか、勝負下着はどれかみたいな感じ。まあでもそれが実は勝負下着ですからね、初見がっていうのは、うん、まあ確かにね。でもなんかそういう時って決まってないじゃないですか、ほぼ。なんかこの日に勝負するぞみたいなってあんまりなくない？ナチュラルにやってきますよね。そう、ナチュラルにその時がやってくるから、まあ不意にやから、だからどんな状況でも対応できる下着つけといた方がいいでしょ。みんな上と下ちゃうみたいなのは絶対やめた方がいい。男の人は絶対なれるから、それは。やっぱそうなんですか？そうです。なるよな。てか、そんな人おらんくない？まず上と下ちゃうやつ着てるとか。ちょっと今コメントしづらいです。マジ？え、だから結構見る、揃えて買うから、そのあんまその上と下バラバラに着るって時がないから。普通にたまにユニクロとか買っちゃったりしたら、うん、上下揃わないなみたいな。あ、まあそういうのはいいと思うけど、全然基本的にみゆこれやるから。ブラザーつけへん時もあるから、そういう時はパンツだけやけどって感じかな。
な。ヌーブラの時とかそう、ヌーブラの時とかも全然リップレスの時とかもあるから、ブラジャーは基本的に締め付けられるからあんま好きじゃないから。あ、じゃあそんなにもう毎日つけてるわけではない、ね、毎日つけてるわけではないね。たまにたまにってわけなんだけど、まあつけてる時はつけてるけど毎日ではない。ミユさん、そんな中で1個だけお願いしてもいいですか。うん、やっぱりちょっとどうしても再生回数伸ばしたくて、うん、1着だけちょっとお気に入り着てもらってもいいですか。この中の1位、はい、どれにしようか。まあ、じゃあちょっとね、まさきさんもいるんで、うん、ちょっとまあ初見っていうことで、初見に着る、あ、じゃあこれ初見ブラジャーお願いしていいですか。これ着ましょうか。じゃあまあだってさ、みゆ思うねんけどさ、下着ってさ水着と変わらんくない。なんか水着動画で上げたら叩かれへんのに、水着ってインスタなんか下着姿アップするとすごい叩かれる、出場って前下着乗した時に。でも水着と下着って一緒じゃない結局は。まあ、確かに見え方は一緒ですよね。見え方一緒やんな結局。だからじゃあこれ着てくるか。じゃあわー、めっちゃ可愛いです。まあおっぱいも漏れるような。でもこのこういう刺繍が可愛いんですよ。なんかサルートってこういうなんやろ、お花がメインなんかな。ここがポイントですね。水着と変わらんけどな、まあ、この間の水着の方がヤバくない。でもいやあれはマジで18禁でした。これが第1位です、私の中のお気に入りポイントが。かわいい、かわいいです。めちゃくちゃピンクも好きやし紫も好きやから、それのミックスみたいな感じで、これが私の第1位でした。勝負下着、これありがとうございます。はい、こんな感じで私のお気に入り下着の紹介でした。最後はちょっと第1位着てくださいっていう要望あったんで着てみました。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。バイバーイ。